今回は、稼ぐ会社の課長心得12課条を紹介します。現場の数字は課長が作り、その数字が会社全体の業績に反映される。言い換えると、課長の力量が会社全体の業績を左右するということです。京セラの社内ベンチャー事業としてスタートし、分社独立後、 1000億企業へと成長を遂げた今日セラコミュニケーションシステム KCCS この企業グループを創設から引いてきた著者は課長の力量こそが会社全体の業績を左右すると語ります課長とは企業の最前線で指揮を執りながら経営者としての第一歩を踏み出したポジションです自ら実務をこなしながらチームをまとめ 部下を育て、課の代表として、他部署や外部と接触します。同時に、経営者の一員として、業績にコミットし、経営トップとも直接関わっていきます。この難解な役割を確実にやりきるために、課長は何を心得ればよいのでしょうか著者は、京セラ創業者の稲森和夫氏から直接訓等を受け、 アメーバ経営の確立に貢献ししてきました。JAL 再建でも稲森氏の副審として部門別採算制度の確立に尽力一方で自らも事業家として KCCS を1000億企業へ育て経営コンサルティング事業では600社近くの企業を支援してきましたアメーバ経営の伝道師と呼ばれる著者が企業を支える課長の指針として豆止めたのが 課長心得12課条です。稲森氏からの学び、JAL 再建、KCCS の経営、そして経営コンサルティング、それらの経験を余すところなく語り、ハウツーを超えてリーダーとしての働き方、生き方を紐解きます。優秀な部下を育てるために、 かの成績を上げるためにどうしていったら良いのか分かりやすく書かれています。胸に刻んで仕事をしたいと思います。以上、興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。